らっしゃいませ。いらっしゃいませ。バビラジへようこそ。ホーです。ユシです。このラジオでは離れていても笑顔で一つをテーマにお客様からいただいた様々なお題をもとに話をしていきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。早速ですけれども、はい、今日のお題に行きましょうか。はい、ユシからお願いします。今日のお題はですね、何でしょう。我々が住む大村市のいいところ。よいしょ。大村市のいいところ。はい。なるほど。そうだな、結構田舎ですよ。そうですね、我々が住む長崎県大村市というところなんですけど、そこの魅力についてちょっと話していこうかなと思います。いや、結構たくさんあるね。いろいろあります、まずその、はい、大村市はどういうところなのかっていうのをご説明させていただきますね。お願いします。はい、我々が住む長崎県大村市とは長崎県の中央に位置する市であります。で、大村市に長崎空港があり、長崎県の玄関口としての面も合わせ持っております。そうですね。で、なんと人口が長崎県で第4位、人口密度は第2位ということで、現在ですね、大村市の人口は9万5千人、約ですね、約9万5千人の人々が暮らしております。はい、これは我々が住む大村、まあ本当に言ったのに空港があるってしか言ってないですけど、まあ大村湾っていうのがあったり、もう山もたくさんありますから自然豊かな町になっております。結構好きです。特徴としてはやはり長崎県にしては平坦な道が多いと言われてるね。言われております。あと日本で何やったかな、唯一なのか2つしかないのか、海島が空港になってるっていうのは有名だよね。 あれは世界初の、世界初か、会場、ちゃんとしたね、大きい会場、空港は世界初が長崎県の大村市らしいですね。すごいですよね。なんかマジで海に浮いてるもんね、空港が。そう、あれなんか他の県から例えば出張とかで仕事できて、片場に自分たちのお店に飲みに来た時に、結構聞くのが着陸の時がすっげえ怖いって言ってました。海にこう落ちていく感覚、他にはない感覚なんでしょうね。なるほどね。我々は慣れてますけども、確かにそうだね。その話もちらほら聞いたことあります。言ってたね。ユシの大村の好きなところっていうのは。僕の大村の好きなところですか、好きなところというか、もう俺本当にご飯でトップ3には入るんですけど、地元大村の名物、大村寿司。美味しいね。これがね、俺本当に大村に来た人は絶対食べてほしいんですけど。食べてほしい。隣の町の人とかも食べたことない人多いんですよ。あ、そうだね。そう、大村市以外の人は、ね、なんでってもったいないよって思って紹介させていただきました。なんかチラシ寿司っても言ったりするよね。またそれとはちょっと違うんだけど。そうなんですよ、うん、それ俺それ許せなくて、チラシ寿司と一緒にするなよって誇り持ちすぎや、誇りを持ってます、ね、大村寿司です、ね、いいね、もっとんね。でこれちょっと調べたんですけども、うん、大村寿司、なぜ大村寿司というのができたのか、これはですね、昔、大村の領主さんがですね、島原の大軍と、まあ、昔戦ったわけですよ、それに負けちゃって、あら、しかしそれの負けちゃったの7年後に他の将軍とかと協力して大村の領地を取り戻すんですね、でそれを大村の民たちがお祝いをしたと、その時に、食器が少なくて、どうしようどうしようってなった時に、木製の長方形の箱、これもろ豚っていうらしいんですけど、そこにご飯を乗せて、その上に大村で獲れた魚を、白身魚乗せたり、野菜乗せたり、でしてその上にまたご飯乗せて、またこういろんな具材、漬物とかも入れたらしいんですけど、で軽く押さえて、それが押し寿司の、大村寿司のなんかあの形、始まりなの、長方形の形で、それを昔また脇差し、脇差しね、ちっちゃい刀みたいなので、こう正方形に切って、
手で食べてたと、うん、いうのが今のオムライス寿司の始まりらしいです。祝い事なんやね。お祝い事です。なるほど。でそこからもうずっとお客さんが来たりとか、うん、お祝い事はオムライス寿司を作るようになったと、うん、なるほど、書いております。それいい話だね。すごいですね。知らなかった。面白いです、歴史が500年間、うん、作り方変わってないみたいです。うーんって書いてありました。これが本当美味しいんですよ。元祖オムライスって書いてあるもんね。そうなんかね、あのあそこね、ギヨンさんで、うん、そうそう、お店、あそこ美味しい。美味しいね。でうちもね、お正月、うん、おせち料理はオムライス絶対あるね。毎年入って手作りですからね、うん、あれがめちゃめちゃ好きで美味しい。最高なんですよ。皆さん大村来たら食べてみてください。それも絶対食べるべきですね。めちゃめちゃ本当に、なんでみんな食べないのかなって思いますもんね。うん、大村の人でもなかなかこう大村食事食べに行こうぜとはならないじゃないですか。ああ、そうかもね。まあ当たり前にあるからね。そうですね。みんな食べに行ってください。大村寿司本当に好きなんですよ、ね。いろんな具が入っておりまして、うん、俺ちゃんぽんっていうやつの気が知れないよね。青村の、おう、その、うん、長崎の名物といえば、うん、まあまあでもだから言わされとおかんない、ね、ちゃんぽんって。でももうそこは覆せんよ。ちゃんぽん、皿うどん、リンガーハット強いよな。強いね、うん、美味しいしね、普通にね、うん、でも県外の人はあまり知らないかもしれないんですけど、リンガーハットを県外で食べるよりも長崎のリンガーハットで食べた方が美味しいよ。へえー、あ、知らないよし。知らん。え、リンガーハット、そうなん。そうよ、長崎でのリンガーハットが一番美味しいよ。びっくりしたもん俺。へえ。そう、俺大阪やったかな、大阪で食べたのよ。リンガーハット、うん、美味しくなってなって。そうな、どこでも一緒の味を。いや普通そう思うじゃん、うん、違ったの。愛ゆえにじゃなくて違うのよ。いやでね、その話を結構数年前に片髪でしたら、お客さんがそうって言ったんや。うーん、そうなんよって。だからなんかどうやらみんな言う、そう言うっぽいよ、それを知ってる人というか。あ、じゃあ本当に美味しいリンガーハットを食べたいときは長崎に。そう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 、でもそういうことですよ。ちょっと話脱線したけどね。長崎になりましたね。うん、大村市の魅力、ね。それやったら僕はゆでピーですわ。いいですね、ゆでピーは。ゆでピーはもう無限に食えますからね。ゆでたピーナッツです。うん、知らない人いるね。落花生ですね。落花生。ピーナッツも言わないの？わかんない。多分落花生の方が有名じゃないかな。うん、落花生の方が言わないよね、こっちからしてね。うん、ゆでピーはゆでピーやもんね。うん、これはもう本当にシンプルで、うん、お酒に合う。最高。枝豆とかと同じポジションですよね。そうだね。でうちのメニューにも軽くこうなんていうんですか、枝豆とゆでピーは入っておりますから、うん、絶対欠かせないよねあれは。好きな人多いですね、うん、でも食べ方を知らないんですよみんな。どういうこと、食べ方を知らないの？殻をこうパリって、こうって言っても伝わらんねん。こう縦にね、そう縦にしてこうクッて押すやん。語彙力。お尻と頭の部分と言ったらいいのかね。あれなんて言うんやろね。生える部分。うんうん。目が出る部分。目が、うん、出る付け根の部分がこうとんがってるんですけど。そう。それを自分の方、とんがってるの方を自分の方に向けて。縦に持った状態で押しつぶすんですよね。そう、クッと押したら殻が綺麗にパカッと割れるんだよね。そう、そう、あれをそれこそまた片髪の話になるんですけど、うん、片髪でオムラに来た人にゆでピー食べたことないんですかっつって、うん、よかったらどうぞっつって、うん、出したら殻ごと生きる人がおって、うそだよ、ほんとって、マジで、マジで。え、ちょちょみたいな、みたいな、殻、え、そうって分かりませんでしたよね。硬いっすよねつって、マジだみたいな。へえ、思ったら、そこからその人が本当にこう天然なだけかもしれないけども、うん、俺はちょっとびっくりしたっていうエピソードです。それはおもろいね。そう、
かめっちゃ美味しいんですよ。確かにあの関西人の人がこれうまいなって言って食べてるよね、うん、うまいよこれうまいわって言った。ミルビーはうん、なんか有名なお店もありますからね、お店あの大村に。うん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 、そこも美味しい。絶対行った方がいいね。ピーナッツバミラジ。他に もう一つじゃあなんか食べ物以外で行こうよ、はい、言うてあと5分だぜ。もうパッパッといきましょうか、うん、これ第1弾ですから、うん、また大村の魅力を紹介する会を作るので、うん、僕が好きなのはですね場所、はい、寺島という。寺島いいね。なんかちっちゃい島があるんですよね。多分あのみんな想像する100倍は小さい。ちっちゃいね。1周2、3分でできるぐらいの、うん、本当にちっちゃい島なんですけど、うん、これ龍馬伝大河ドラマ の、うん、のロケ地にもらった。そうだね、場所でございます、うん、そこから見るねこう夕日がめっちゃ綺麗で、うん、お休みの日とかねたまに行ったりするんですけど。エモですよいいね。なんか一時期仕事終わりに、うん、めっちゃジム行きよって。うんうん、行ってたね。ジム行って寺島行ってボーってしてました。まあそれいいね、精神統一じゃん。なんかそう落ち着くんですよねあそこ、うん、皆さんもぜひ行ってみてください。うん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 、絶対行くべき、ね、まあ有名っちゃ有名かな、その大河ドラマのロケ地にもなってますから、うん、そうだね。そう気持ちいいんですよあそこ。いいわいいわ。俺場所というか好きなものがあって、僕はね、はい、大村桜うん、あの色が好きなんですよね。いいですね。なんか普通の桜よりちょっとこう白いような淡いという、うん、なんかめっちゃ綺麗ですよ、ね、あのピンクの具合が本当に僕好きで、うん、それこそ大村公園ね、大村城がバッとお城が立ってるところに、うん、あのたくさん桜があるんですけれども、そこの桜が俺結構好きだよ。あそこあれですもんね、日本の文化遺産、いやなん桜の名所100選みたいな。あそうなの。選ばれてる。あそれ知らんやった。大村桜有名ですよ。へえ。そこはね、みんなで花見してますからね。やるね、いっぱいいますよ。うん、本当に好きだな。お祭りも大村でありますからね、うん、大村桜祭りというものが、うん、うん、あるね。花見しよう。いやーこの花見の時期はいいですよね、出店が並んで、うん、みんなで外でお酒飲んで。そうだよ、あの桜ってさ、うん、俺あのなんで一斉に咲くか知ってる？だからもともと一本の木やったかららしい。え、どういうこと？今ある何個もあるやつは、世界中にある桜はもともと一本の木だったからどんどん、そう同じ遺伝子だから、まあ、ほぼ同じ細胞だなんよ。全部いろんな種類あるじゃん、うん、あれもともと一本なんよ、うん、でそれをその切って育てて、うん、配合させていろんな種類を作ってんの人類が。へえ。そうだから絶対4月に咲くの、同じ細胞だから。へえ。もともとで、そうなんですか。うん、チコちゃんが言ってた。チコちゃん、あらご存知でない。チコちゃん土曜の、俺土曜毎朝5歳の女の子に怒られてっから、チコちゃんに怒られる番組知らない？いや分からん分からん。そう、何それマジ？多分知ってる人は分かる分かる言ってるぜ。嘘、めっちゃ人気番組。土曜、うん、帰ったらその日はだけは、うん、俺絶対あの遅くまで起きてるのよ。いや朝9時あ朝9時、うん、8時か9時だったかな、にその5歳の女、何でも知ってる女の子がいて、へえ、ぼーっと生きてんじゃねえよって怒られる。見てみよう。そうめっちゃおもろいよこれ、博識なる。そんな桜のエピソードが。そう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 。でね、まあこんな感じでね、もうそろそろお時間に、はい、差し迫ってまだまだあるんだけどな。たくさんあるよね。まあ次回に撮っときましょうか。うん、いいとこですよね、うん、まあ、極論きっとみんなね地元だから好きっていうのはもちろんあるのよ、うん、
ただその中でもね、まあ、どの町にもたくさん魅力がありますからね、はい、うん、まあ、こんな感じで締めていきましょうかね、吉田、はい、このラジオではお客様からのお題を随時募集しております、はい、YouTube のコメントや Instagram、Twitter から受け付けておりますので、はい、KATABAMI、うん、カタバミで検索して気軽に送ってみてください。よろしくお願いいたします。はい、はい、それではこの辺でお開きにさせていただきたいと思います。ここでした、はい、ゆうしでした。ご来店ありがとうございました。離れていても笑顔で一つ。